さあでは行きましょう。続きどうしようかな。ここっていうかここ全体ですよね。いかんとね、こんっていうかもう一体いかんとね。先こっちか、どっちや。先こっち行ってしまってもいいような気もする。ここ城壁があって、こっち側がまあ隠れてるんですけど、どうだ。まあここぐらいは行こうか。この辺ぐらいは行きましょうか。 この台地ぐらいは行こうか。もう別にどっち行っても別に間違いではないのは分かってるんで、要は知りたいだけっすね。確かめたいだけ。何があるのかとかを、何があるのか何がないのか、なんかあるな。木も絶対あるはず。霧がちょっと、これは天候の問題ではないよな。何の音これ。ギャオ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 、メッセージ。のろまなやつ、のろまなやつ。あれは黄金獣、これ青ですね。黄金獣と言われていて、そして銃器、何かダメージを食らっとるやつがおる。なんや、やり合っとんな。なんかやり合っ、上兵士がいるな。兵士とあいつがやり合っとるね。なぜこの兵士は何の兵や、何の兵なんやろね。ようわからんな。まあいいや。じゃあとりあえず木の方行ってみる。おっと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 、いやーおるな。いやノロマーって言っても強いよこいつらは。マジで強いよ。あーこれか、ノロマーのやつ。これのこと言ってんのか。多分これのこと言ってますね。洞窟教えてくれるってことね。はい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 。なかなか動きおらへんってことね。これやね。まあある程度放置しといて、当然この森の民の廃墟のことを言ってるわけじゃないと思うので、ですよね。霧やから避け見づらいっすねこれね。見つけづらい。いっとるいっとる。のろまなやつのメッセージがここやから、まあ、多分こっち来るんでしょう。っていうかこれずっとメッセージ置いといてくれるんでしょう、これおそらく。ぽいな。これメッセージ辿ったらいけそうやな。ここで途切れますね。いや間違いないここまで来るやろ。やはりノロマのやつか。ここやね。これ来てこっちやね。はい、ちょっとメッセージ使いですけど、こうやね。本際隠し道があるぞ。どこなんや。やはりノロマのやつか。この辺りくせえ。来たー、これや。よっしゃー、Go! 行動行きましょう。いいところ、いいタイミングで行動。この武器を鍛えることもできると思うし、もう一個今の、まあ、メイン武器を鍛えることもできるし、アルター行動、アルター行動がアルター行動。あ？何や？15,000。よし、行こう。
いや盤石な体勢なんですよ。殴り系武器あり、そして瓶も、あ、怖ー、もうこいつはまあええか、こいつはまあええわ、強いんですけどね。おれやてめえ面白え、痛えなてめえ、これなんじゃこれ、殴り系武器はね効くよこいつらには。ルーンの子、さあレア系のね、よし5レベル5、おう、びっくりした、おじさんいた、行くで行くで、小部屋、すあれは多分カタツムリやな、なんていうの、まあまあダークソウルの頃から変わってないなと言うたらまあそうなんですけど、まあもうほんまにあの角待ちめっちゃ多いっすね。まあこれね確かに効くんすよ、本当に効くんやけど、もうええわっていうぐらい来るね、もうええってっていうぐらい角待ちのやってくんね。よっしゃあ殴り系この気持ちいいっすよね、このストライクみたいな感じが。上におるな、英子が来た、見たい、まあまあまあ引きつけて倒しましょう。バカが、しゃあ、ういうい、うい、オッケー、負けねえぜ、死してなお飛んでくるからうっとしいな、この石みたいなやつ、終わってんのに終わらないというね。いただくぜ、全部いただくぜ、来た、後ろ後ろ後ろ、志村後ろ、オッケー、しっかり倒しておきましょう。じゃあオッケー、スイー、この先遠距離戦が有効だ。うわ血だらけや、血だらけ、誰がどこで血んだ、あ音これ、上上上上上、ああ、あいつや、あいつや、これはでもどうなんやろう、あいつ前はまあ確か遠距離で行って最後はもうぶん殴ったんですよね、確か最後は魔法か、最後はもうムカついて魔法でやったんですよ。意思を出すなっちゅうとんねんもんな、意思を出すんじゃないてめえよ、おたー後ろ、メッセージメッセージ後ろ、ありがとうございます、気づいてませんでしたけども、と頑張っていかなあかんない言うてるんですけどもね、としこぜん、どうなんやろ、こっちから行って回り込めるのでしょうか、ちょっとそれは定かではない、まああそこが正規ルートなのか、ああもうこれボスじゃないか、え、これボスじゃないか、あんですよね、めっちゃおるな、めちゃくちゃおる、ここ全部何もしてきょらへん、よく見ろこれのことか、いやこれ開くでしょ、これボスでしょ多分、簡単に来たな、やだ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 、でも2匹や2匹や2匹や、俺お前らよりきついやつと戦ってっからな、さすがにないわ、さすがにないない
絶対負けへん。これ自信ある。悪いな。おい、今カチカチやから。カボチャが大体もうカボチャワインになっとるから、あいつがさすがにないんだよ。うるボケー、はい粉砕。おら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 、はい粉砕。ナイス、おかぼナイス。もう一応帰れると、一応帰れますよと。はい、ただやつの方にもうちょっと何か岩がありますよみたいなことですよね、おそらくね。なんか変なメッセージいっぱいあるけども、アイテムだと思うだろう、思った、恥ずかしい。よし、じゃああそこ行ってみようか。どう切り抜けるかやね。正直走って足元まで行った方が楽な気もしなくもないっすけどね、あのパターン。前回のパターンの方がいいような気はしますけどね。結局遠くからチクチク打ってるよりかはもう遠距離戦言うことは言ってましたけども、正直突っ込んだ方がいいのかなっていう気はしますけどね。間違った。根っこに乗らなあかんのかな思って、根っこに乗らなあかんのかな思ってん。お茶飲んでいこう。いやこいつは多分そんなにほんま強くない。あの正直どうしようかな。武器もこれじゃない方がいいかもしれん。あの狂い火好きの普通のあれがいいかもしれん。っていうか狂い火がいいと思う多分。全然ダメージの与え方的には狂い火でいいと思うので、ちょっとあそこ落ちないように気をつけていこう。あこれだるいな、全部生きとんのか敵。これは生きとんね。スルーできるだろうか。そんなに難しいルートではないですけどね、そこ行くだけやから。あのチビがついてくるかもしれんっていうめんどくささがあるけどね。これ一回しのいで、あー落ちはったほらやっぱりね、まあ、チビがやっぱついてきたな。チビがついてきてもらうねこれ。どうしても知らないね、なんか迷子なとんの。なるほどなるほど、ここはやはり気に乗っからないといけない感じやな。で、だからえー、滑るで。なんやろう、あれ違うのか。もっとミキに直接ジャンプ。ミキティー！いや、そういうことではないのか。下に確かにもう一段見えたような気もするから、先そっち行くのかな。あれ？なんか今ちょっと細いところは、でも確かにあそこに血がついてたから、まあ死にやすい。で、まあバババババーってあの石粒で食らって、もちろん落ちるっていうのは一番ありがち。確かにまあ食らいながらでも倒していった方が楽っていうのはあるかもしれん。今見た感じだともう弓とかでちまちま削るのもまあなしではないような気もした。一瞬めんどくさいっすもんね、やっぱ明らかめんどくさい。もう倒して、一回回復して、ちょっと見ようか。昨日ミキがあそこまで行っていて、いややっぱりミキは絶対行かなあかんぽい。
ドリル下に、うん、下に一回降りれるところがあるからそこ降りるんやわ、おそらく。まあでもこの位置からなら確かにもう倒せますよね。倒しちゃってもいいような気もする。めんどくさいけど、ちょっとどれぐらいダメージ入るか試してみよう。倒す価値はあるかもしれん。ターゲッティングに対して、ちょい食らうな。ヒットショット入るんだろうか。入るな。まあ入りますね。俺やったら、おい、完全に、ま、ちょっと強いボルト、弱い方。いや、まあまあいけそうやな。倒します。ちょっとめんどくさいけど、5往復ぐらいしたらいけそう。スムーズにやったらもっといける。ターゲッティングができないんだ。もう結構めんどくさいです。弓やったら多分もっと上が狙えるんですけど、精密射撃ができないので、ターゲッティングしてる状態から後ろに下がりにくいんですよ。ああもうやってもうた。チャンス、よし、倒せるよ。ターゲッティングが取れた。この野郎、いやもう倒してるやん。よっしゃ、よし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 、これで安心です。さあ問題は降り方です。一回だから下降りんのよね。これキリンキリンって言ってるのが要はヒントってことですよ。違うわ、どこがやねん。こっからやと安全に、おお、安全に登っていけるんでしょうね、多分ね。こういうことね。うそー、危な。いや、ここはつるつるすべやで、これつるつるやねん。めちゃくちゃつるつる。いや、これ折る状態で行くんきついっすね。あれ、繋がっていない。ブグ魂の守り地繋がってないよ。あら、あららら、道が違いますがな。装備上重量の上限を大きく上昇させる。ほう、あらら、違うのか。全然確かに見てなかったけど違いますね。ということは違うルートから行かないといけないんですよ。こっち行けたり、隠し道はないぞ。怖っ。じゃあ探そう、隠し道。どっかから行けんねん、多分ね、あれは。よし、まあ誰かヒント置いてくれてそうやな。方角的にはでもあれっすかね、あっちのリフト、リフト絡みかな。リフト絡むかな、この感じ。こっちとかに道があれば、あ、これか、ここかな、ここかな、ここ、ここか。あら、後ろ注意したとこやな。いや、ないな。
なんかこの辺から開くのかと一瞬思いましたが、そういうことでもない。あっち行ったらゴールなんで、かといってボスエリアから繋がってるとも思えないので、木が見えてるから、ここか。排泄物とはな、木見えてんのよね。この木とかが怪しいっちゃ怪しい。あ、その木か。確かにあったわ、変な木ありましたよね。これか、この木何の木か、これか。いやでも何もないな。違うっす。こんな隠し道って感じでもない気がするけどな。やっぱリフトが怪しい気がするな。ないねー、ないねー。気持ち悪いですね。やっぱリフト絡みか。暗いから見えんが、あ、そこっぽい。ほら降りれるっぽいやん。ほらほら、そこっぽいやん。ここやん。ほら来たんじゃないのこれ。え、なんか声してる声してる。マジ。いや声してますよ。この先貴重なアイテムはないぞ。マジでめっちゃ声してるけど。違うの。これ下降りても違うやろし。マジか。ちょっとボスエリアもう一回だけ見に行っていい？一応ですよ。上。いやー気持ち悪いですね。どうやって行くんやろ。いや、アイテムはあるから絶対行けるはずなんですよ。アイテムは見えてるんやから絶対行けんねんけど。何を見逃してるんや。あそこやもんな。上から降りてくる。いや、そんな感じもないけどね。わかんない。気持ち悪いけど諦めモードになり始めている。じゃあもうちょっと進んで、このカタツムエリア。なんもないっすもんね。なんもないよ。ほんまになんもないよ。この辺も見たしな。ないのよ。スエリアなんもないっしょこれ。うわ、わかんね。ほんまにわかんないっす。最後じゃあちょっとリフトだけ行こうか。これはちょっと今までで一番わかんないっすわ。全くノーヒンツ。
あんまりメッセージもよく見ろ、よく見ろ。え、上か？よく見ろ。いやー、わからん。よく見たよ。ここはアイテムさえあれば。いや、もう諦めよう。ちょっともうほんまにわかんないっすわ。ほんまにわからん。頑張れよガールズ。見当がつかん。丸っきし見当がつかんす。まあ強いて言うならばこの辺で通路的なものがあるのかなと思ったけども、パッと見で降りれる大地みたいなのあるけどないしね。もう出口やしね。はあ、分からん、分かんね。まあいいや、まあそんな大事なもんないでしょう。うん、まあまあいいでしょう。何の声これ、気持ち悪い声してる。あいつらかな。近くない？おらんすけどね。中からしてんの？上かな？何の声してんねんこれ。よし、次。次は、ま、ここか。ま、アイテムがおそらくあるので。ちょっと警戒しつつですね。こっちで行こうかな。ちょっと警戒しつつ、僕的には入り口見つけれりゃそれでいいんで、あんまり戦いたくないですけど、多分隠しとる地下があるので、どっか守っとる場所、あそこか。ぽいな。よいしょー、よいしょー。はいよ。うおー、気持ち悪い。やばいやばいやばい、やば。腐る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 。ゲロがすごい。いや、えぐいえぐい、気持ち悪い。ここ虫みたいな、ヒルみたいなのが、うぅ、怖え怖え。もうでも入れると思うな。もうほとんどできないんで、ここはスッと行ってしまいますか。よし、行ってもオッケー。これさえ見つけりゃ別に全滅させるとかそういう必要はないので。よいしょ。黄金の怒り。お、これは良さそうじゃない。黄金の怒り、戦技ですかね。周囲、あー、周囲弾き飛ばすか。周囲弾き飛ばす。まあ別にいらん。囲まれた時にドーンですよね。ただビーンって溜めてる時間が割と魔法は長いからね。実際はそこまで使えないっていうね。よし、まあまあいろいろ回収はした。正直オッケー。さあ次、ここが森なんで、木行こう。木、黄金寺のとこおるでしょ。あ、何やこれ。黄金寺守りのやつやね。これでかくない？そいつめっちゃでかくない？
え、でかっ。森の民の廃墟はだから行ったから、いや黄金樹どれ、おるおる、黄金の尻撃あれか、まさに相撲。黄金樹の根っこなんもないのかな、雫とかね、ボスとか、守っとるやつはいますけど、ミミズ顔、何ミミズ顔、何ミミズ顔って、あ、でかいやつのことか、どいつのこと言ってんねん、でかいやつのこと言ってんのかな、ミミズ顔、何ミミズ顔って、ミミズバレみたいな、そんな顔知らんやん。よし、ストックして、呼べるんかな、あの多分デカブツのこと言ってるんやと思うんやけどな、どれ、ノロマな雰囲気はある、確かにこいつのことやな、多分こいつのこと、ミミズ顔、わかんない、こいつがミミズ顔かがわかんない、多分こいつやんな、お前ミミズ顔か、答えろ、ミミズ顔やこれ、うわうわだだだ、絶対ミミズ顔や、呼べるな、久々にシッチ呼ぶか、ごめんなシッチ、お前のこと忘れたわけじゃないぜ、行こう、ミミズ顔なんか読んで悪いな、とにかくこのこういう薬的なものを食らわないでって感じですかね、聞いてる聞いてる、おーい邪魔すんな、めちゃくちゃ聞いたやんけ、めちゃくちゃ聞いたから邪魔せんといてくれや、やめろや、やめろ、おし終わりや、よっしゃ超聞いた、あーグレートエネミーではなかったか、まあ軽いもんね、軽いっすわ、いっぱいもらった、おいそいつもやろうぜ、お前ら火に弱いな、めっちゃ、よっしゃー余裕で倒せる、湿地の手を煩わすまでもなく、オッケー、よし、黄金樹の種子みたいなのはなさそうですよね、オッケー、次じゃあ降りてここ行く、さあどん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 崖を駆け降りて、あれなんやろう、いや上側なのか、上側なのかもしれないな、降りるっていう感じじゃないな、上側やねこれね、隠されとるし、今頃遅えんだよバカ野郎、こっちから登ってって、はい、まあもうちょい登ってえ、これは？これが第二マリか、そして登れるかこれ、いけない、この上側に行きたい、ここはいけそう、かからん、ちょっと待ってよ、
下何かないか、かがり火ないか確認する。ありそうな雰囲気もある。全然 ありそうな雰囲気もあるが、ないのか。ん？ないです。はい、ないです。そしてあれ、えらいとこ来たな。この上側にちょっと上がりたい。じゃあ上がっていってみよう。こっち上がりの、あ、ここね。さらにこっち上がりの、こっち側からこっちアクセス C の、なんかあるかな。今は犬に追われてんのかなこれ。いや、なんもねえなこれは。見えるだけやな。あ、でも降りれる。ちょっとここ降りたいです。ここ下降りたい。死ぬかな。この高さやったら死ぬかもしれないです。ちょっとだけ。なんやん、死んでないやん。一回フッってなったやん。こういうの嫌やわ。何にも死んでないもん。フッてなったもん。これねえな。どうしよう。でもあの道やな。あの道行きたいんですよね。こっからかい。ちょっと待ってくださいね。あの道行きたいから、いやもう正直こっからちょっと遠いけどの方が多分近い。なんか今もう遠回りの遠回りでわけわからんなったから、ちょっとこっちから行きます。わかんないんで、道沿いでずーっと行ってで、途中街道っぽくなってたから、あそこでも一回はソウルを回収しに行かないといけないので、ちょっとソウル落下地点にマーキングだけ、光柱だけしておいて、あ、違う違う、光柱配置しておいて、いやでもなんか間違ってんな。ここに行こうとしたんやもんね。でも行けないような気がする。なんか道が違ったような。この近さでここに行けないっていうね、まさかの。何をやっとんねんっていう。こうやろ。ややこいっすよここね。ほんそれになんかあんまり、まあ見つけれてないんですよねこれ。僕多分要はかがり火を全然見つけれてないから、すごい遠回りになっちゃってる。ないのよ、かがり火ないのよ。デカブツおるよ。スルー、デカブツスルー。めっちゃ鳥出てか、めっちゃありますね。拠点が上行ったら多分オオカミエリアで、その辺におそらく私の忘れがたみが落ちている。ここぐらいはちょっと落下させてほしかったな正直。これぐらいの高さは許容してほしかったなと思いますけど、まあまあいいですわ。ここも、いやもう大丈夫やと思ったところが、思ったところがダメなのよ。こうでしょ。で、
ちょっと待ってくださいね。ちゃんとこうでしょ。こうで、よし、こうの、ん？ん？なんか強そうやな。ん？やめとこうか。この辺りに何かがあるってことやんな。いや、かがり火ねえな。ちょっとかがり火くれよ。ああ、おばあちゃんいるわ。指読みおばあちゃんや。ういっす。あ、かがり火やった。読めや、早くも。東には壊れた黄金、西には蛇の冒涜、どこへないとも行くがよいし。ジョーマリカの呪いなのじゃよ。てん。おっと、転送、そしてお店、お客様です。これ今8個、全然大丈夫な。よし、古竜神との製法書。ほう、ライトニングボルト。姿なき視覚について、インプどもの影について。インプどもの影についてはちょっと僕もう謎解いちゃったかもしれない。あ、かわいいなこれ。あ、かわいいなこれも。サソリのカイトシールド、交差樹のタワーシールド。このね、大盾みたいなのってね、あ、かっこいい。使ったことないんですよ、正直。今まで、この、なんていうかな、フロム人生の中でね、使ったことがないんですよ。なんで、いいのかもしれないですけどね、大きい盾ね、特大の盾とか全く使ったことないから、やってみたいっちゃやってみたいんですけどね。いい情報を聞きまして、このルーンを一気に使いたいときは、打った方がいいと。教えていただきまして、ほんまにその通りです。お、売れるやん、これも。高っ。売ろ、いらんやもん、使わへんもんね、あんな武器。よし、転送門が謎にあるけども、ちょい待ちで、こっちも行っといた方がいいわな。この先下が有効だ。ですよね。雑魚おるけど、これは言っといた方がいいよ。なもん、クソ雑魚やから。何をしとんの、おら。聞こえた？ごめん。え、俺のこと聞こえた？マジ。え、ごめん、マジごめん。危ない、落ちるで。マジ聞こえたかもしれない、こいつら。極上の葬り方で葬ろ。オッケー、よし、快楽の中ですね。よっしゃ。黄金の矢、どんどんいけますよね。死んでるな、おい。落下死刑やな、これは。ちょっとじゃあ、よいしょ、おいしょ。誰に殺された？落下死したんでしょ、多分これ。おらんもんね、別に何も。落下死やな。何にもいない？なんやねん。あれだけか。オッケー。じゃあどうしようかな。まあこの辺はじゃあもう一通り行きましたわな。行ったね。まあパッと見で言ったらこの辺が気になるっちゃ気になるけどもね。まっすぐ行こうか。気になるっちゃ気になる。何しとん、これゾウみたいやな。カマのカマのカマ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 なカマなカマなカマな。行っちゃおう行っちゃおう。ほっといてほっといて。おっと、趣旨は取ってるね。風車風車風車村。お、敵ですよね当然。
いいの、いいって。村を荒らせし者よ、私。大丈夫ですか。歓迎はされんわ。荒らすもんだって絶対に。歓迎はされんわ。白金系じゃないよ、また違うやつらや。ターバンの人たち、何村とか全く出ないんですけど、名もなき村ですか。何これ、何花は、じゃ花は花は、何これ何これ、いや何これ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 、めちゃくちゃ怪しいやん。こんなん初めて見た。何これ、ピンクの花輪が。完全に初めて見たぞ。いや何なんここ、名前地名出ろや。そこがメインか。かがり火ある。あーめっちゃピンクの風車村ドミヌラ来た。風車村ドミヌラ来ちゃった。遊んどる遊んどる遊んどる、めっちゃ遊んどる。え、あいつら、いやこんな平和なところで侵略すんの嫌なんすけど。でもめっちゃ地位あるな。え、女が遊んでるの。いやあかんって、こんなもん殺したら。嘘でしょ。遊んでやろ、一緒に遊ぼうぜ。あははあ、ほら大丈夫、平和や。え、何ここ、喜び。え、怖っ、逆に怖い。え、めっちゃ怖いっすね。初めてですよ、このモブ的なやつをめっちゃ間近でゆっくり見れんの。え、怖っ。いや、ブスやな。いや、顔はもうだいぶちょっと、まあ、ブス、ごめんなさい、ブス、好みではないな。すっごい笑うて、何がおもろいねん。おもろくはないやろ、別に。めっちゃ笑うてるけど、何ええことあったんかな。しかもなんかおもんなそうなダンスやな。おもんなそうなダンスしやがって、俺ら。もうちょっとそのトリッキーなダンスとかやったらまたあれやけどさ。犬、俺、犬殺していいかな。犬こうてはらへんよね、これね。これこうてはらへんと思うわ。やややや、もう、あいつもおるし、ね。おんねおんね、そいつどう思う、そいつどう思う、来るかな。じゃねえねえ、嘆いてる系やんねえやん、ほら女やね、よう見たら、よう見たら女やな。いやもうなんやねん、怖いわ、もう不気味やわ。そんな悪いやつばっかじゃない、悪いやつっていうか悪いやつなんかおらんねやろうけど、敵じゃないんすよね。え、気持ち悪いね、マジで。あははじゃないのよ。こいつらが全員集まってキングスライムみたいになるよって思うよな。おお、お前も、お前ダンスを忘れんじゃねえぞ。ダンス、ダンス、なんでダンスやめてんのよ、自分。踊りーな、自分も。あーはーはーはは、言うてやるかな、これ。じゃ、なんやねん、ここ。なんやねん、ここは。風車が好きか、お前らは。戦うの、戦わないの、戦うの。いや、戦う言うなら容赦はしないですけどね、そら。悪いが、笑ってるうちは手出さんよ、そら。こっちも人の子よ。ただやる言うたら勇者のニックや。お前、誰がお前、
誰を肉塊にしてくれとんねんお前は。大それた名前やで、勇者を名乗るというね。勇者を名乗ってますけど、まあ、別に勇敢な男物みたいな意味では僕はないですからね、自分的には。なんかもうそのおおかっこいい。え、あれあれあれ、ボスやボスや。雑魚の一人としては完全に扱ってた今。あ、そうボスです。いやでもごめんな、俺馬乗ってたら余裕かもしらん。馬と狂い火の相性がいいのよ。あ、なるほど。神肌の神と、あれ神肌の神と、あれ、いや、こ動き見たことあるなと思って。こい、お前、俺知ってるな。俺多分お前の強いバージョン倒したな。ですよね、ですよね。降りてやるか。なんか知ってんぞお前。マジか、俺お前のこと知ってる。あ、間違えた。ガチるか。ほら、クイッてやるねん、クイッて。オッケー、ちょっと思い出していこう。いった。曲かっこいいですね。じゃあ、よいしょ、こんなんやったような気がするわ。オッケー、あー食らった。そう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 、動いてから回復しようっつって、あいつに動かしてから回復しようっつってね。そう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 、こっちが動いた瞬間に回復してくるんですよ。なのでここできっちりカウンター取って回復するっていうのが大事っつって言ってたよね。おお、そうや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 、思い出した。伸びね、伸びよね、伸びよねこいつ。そうそうそう、思い出した。ちょっとずつ思い出してきた。馬乗ってたら余裕じゃない、これも。時にまあ入れれると、ちょっと遅かったですけど、あとはジャンプしてきた時ですよね。でこの時は返しの攻撃が来ると、はい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 、思い出してきた思い出してきた。踊っとる踊っとる向こう、思い出してきたけどだいぶ食らってるな。大丈夫か、これも攻撃いける。でも基本的にはあの先取ったらダメですよね、確か。線はダメ、もう本当に5の線でいかなか。オッケーオッケー、あかん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 。てんな、回復したい。オッケー、あれチャンスですね。この時もほんま本来はチャンス、もっとチャンス。地形が若干うざいですけど、まあもう一回返しでくると一発入る。
くるくるはかわしてゴン。もう一度入る。おい、しまった、スタミナが。うん、もう一回魔法やってくれへんかな。もう一回逃げまーす。だからめっちゃ火があったんやね、ここ。火っていうか血がめっちゃあったんや。血めっちゃありますもんね。相当しんどるなこれ。まあ確かにちょっと難しいですよ。僕もこれ一回やってっから、強い方と亡霊の方と先やってっから、ちょっと慣れてはいますけど、これ強いからね、それなりに。決めるか、やっちゃうか。しゃあ、危なかった。調子こいたら全然ちゃんと入らへん。綺麗に入りませんでした。なぎ払う黒煙、新規萩神肌なぎ、知らねえよんなこと。 OK、 初見撃破。初見ではないんですけど、まあ初見撃破。よし、楽勝でしたね。楽勝でもないな。まあまあまあ、でもちゃんと回復してなくてもいけたぐらいやから、まあいけましたね。まあ、あの苦労が実を結んだなという感じはします。はい、ということで次回ここからいきまーす。